皆さんこんこにちはレック専任講師の横溝と言いますじめましてという方も多いかもしれませんが今回ですね皆さんにここから大体30分ぐらいですけれどお話をさせていただくのは実はこちら、えー、今回ですね2019年度向けの行政書士試験対策講座として新たに誕生した。 60時間超速マスター講座とほとんど私で隠れて見えないという状態になってましたがこうしましょうか、えーまあ、私のですね60時間超速マスター講座という全20回の通信限定の講座なんですけれどそちらもご紹介ということになります、まああの。今回は最短で最高の結果を出そうというような触れ込みもそこについているようにですね、まあ、60時間と非常に短い時間です。実際に 合格講座など通常のインプット講座だったらうんと60時間なんていう時間で、えー、実際授業をしているわけではないです行政法とか20回あるからね、えー、1回2.5時間の授業で20回あるから50時間ぐらい行政法だけでお話ししてたりするんですねただそれを本当にエッセンスぐっとまとめて試験対策上本当に大事なことだけをお伝えして で短い期間で一気に合格レベルに持っていくっていうのが今回のこの60時間超速マスター講座といわれるものの目的だということです。まあ、インプット講座ではあるんだけれどやはり最短経路でいきたいというのもありますからあ過去問情報なんかもねふんだんに盛り込んでお話をしていくということを考えているというものだと思ってください。 まあこんな方におすすめだよというのでうーんそうですねこういう方がいいのかなというのは1つはもちろん今からスタートしてえとにかく早くインプットを終えてえそして本試験に臨みたいと考えている方もちろんいいんですがより効果があるかなと思いますのは1回自分でね何らかの形でインプットしている。例えばうんと何年か前まで レックじゃなくてもいいいですいろんなスクールの講座通信通学受けてたけど2019年向けは実は全く自分で勉強してて過去の教材とかを使って自分で勉強してるんだとこういう方ねインプットに漏れがないかな一回短時間でガッと確認するっていうのには最適の講座だと思います。ね、やはりり自分で勉強しししてててるととどうしてもムラが出てしまったりとか 分かってるつもりだったけど勘違いしたままずっと来てるとかっていうことがある場合は当然想定できますからそこをこの60時間で一気に解消するもう最適だと思いますねそれから合格基本書今回のメインのテキストはこの合格基本書と言われるものを使っていきますまあレックの通常のですね本屋さんで売っているまあ あインプット教材とといいいううここになるんですすけれどのの合格基本書というのを使っていきますだから普段実はこれ使って勉強してんだよねっていう方ね、えー、自分でなんか一生懸命読んで勉強してるっていうようなあ状態だったんだけどなんかそれを一気に60時間で解説してくれる講座があるんだというのであれば一回受けてみたくありませんか やはり自分でずっと読んできた内容が本当に正しいのかなあとはこのテキストの中にももちろんすごく重要なところも載っていればまあいらないんじゃないってものもあったりするんですその辺のメリハリもきちんとつけられるということになるんであればいや一回そういう説明を聞いてみるっていうのは非常に有益な話ではないかなと思うんですね。そうういいっったよなな方々に向ててるのかなって まあそういう意味合いを込めた講座なんだってことはちょっとおまずですね事前に知っておいていただいたらいいのではないかということです。ちょっとこうリーフの中を開けたりしますと、まあどんな教材使っていくのかななんてことも書いてあります。まずですね、まあ今もお見せしたこの合格基本書はもちろん使います。それからまあ条文集ですね。ここにも載ってますが、実際これが後方編の実物ですけれど、この条文集も使います。やはり 今の行政書士試験はいくら短期でぐっと勉強するといっても条文集がやはり手元にあって条文を見ながら勉強する特にこれは行政法においてはねとても重要なので行政法の授業の中では条文をバンバン見ながら授業をしていきますので、まあ、その意味ではやはりこの条文集ってとっても大事です。それからもう一つ使う教材がこのウォークン過去問題集って言われるものですね。 まあ、特に今回のおこのお60時間の超則マスターのところのメインは憲法民法行政法ですからあその憲法民法行政法この法令編の過去問題集の問題をなるべく時間をとって、えー、見ていきます。行政法に関しては結構な,台数見てます、ね、なのでこの本試験の問題でどう出ているのか実際に自分が勉強したところが本試験の問題でどう出されているのかっていうのを逐一確認できる。 なのでインプットだけと思いきや実は問題の中でどうだ問われるのかまで確認できるからアウトプットも一緒に確認できるそれを60時間でギュッと凝縮してやるっていうねある意味ちょっと自分でやってて言い方あれだけど革命的な講座だというふうに言ってもいいようなものではないかと思います。そしててやははり超速マスターででね短時間とと詰めいいくんだとは言いながらも ししししししっっかかりりり理理解解ててほほいいところはやはやわけですだからものすごい時間かけてやる50時間ぐらいかけてやる合格講座って言われるようなレックのね、えー、メインの講座がありますけれどもそこで使っている教材である私のオリジナルの画面集というのをそのまま使います。ですので、えー、説明の中で例えば図が必要だなっていうところはこうやって実際に図の形にしたスライドを写しながら あそこになかかつ少しこう書き込みなんかもねこれは実際の超速マスターで使っている画面集で超速マスターの授業の中で入れた書き込みだったりしますがそういうものを入れたり大事なところにはこうやって線を入れたりしながら実際にお話をしていきますので授業を受けながら皆さんもそれを書き取っていただくとねいいんじゃないかなという話だったりするんです。これれれが憲法民法法法民行政法あと個人情報保護法についてえそれぞれついいててそぞきますので 情報量としては、まあ、授業の中で扱う分扱わない分はあるけれどこのお合格基本書だけじゃなくてねえ実際にこういった図表中なども使いながら補足して授業していくより分かりやすくお話をすべきところは掘り下げて話をするということもこの超速マスター講座の中で実際に実践しているということだったりはするんですね。だから、 試験に最低限必要な知識を60時間で習得するんだあの科目としてはですねこちらにちょっと書いておきました今も口でもちょっと言いましたがこれですねあの憲法3回民法行政法各8回あと個人情報保護法で1回ということで各回3時間の授業になりますけれどこれで合計20回なんで60時間というそういうイメージなんですね。 まあ、もちろんそれ以外の科目もあるんだけれどもう最短で本当に一番必要なところだけをぐっとまとめるっていうんであればこれだろうというものを取り上げているというのが今回の超速マスター講座の対象科目だと思っていただくといいですねそして、まあ、それらについて、えー、まずは試験に最低限必要な知識をきちんと習得していくということ、まあ、通信講座で隙間時間で学習できますと。 おいうよううよなことを歌ってるでしょうあの実はね通常の合格講座の授業とかまあ、あと横溝プレミアム合格塾とか、まあ、そういったものをレックで担当させていただいてますがそういう講座っていうのは例えば合格講座だったらですねう 45分とか70分とか教室でやる場合とあとスタジオでやる場合でちょっと時間変わったりするけれどまあ一定の時間ずっと授業してて一旦休憩入れてまたずっと授業するみたいな感じなんですよ。ね、だけど今回は超速マスターじゃない超速マスターですから授業の仕方も忙しいあなたが 受けやすいような状態で提供したいしかもさっき言ったようにもちろんゼロからインプットスタートさせるって方もこういう講座を受けていただければきちっとした成果は出ると思いますけれど一度勉強していて何年か前までレックやその他の予備校さんで勉強していて、まあ、ちょっと今年はあ独学の状態なんだよね過去の教材使いながらみたいな状態の方とか。 純粋に一人で勉強されていて、で合格基本書を使って勉強しているとか、もちろん他の本を使って勉強しているとかっていう方ですね。あのある程度よく分かってるところと、分かってないところといろいろ論点によってまあムラがあるだろうと思われるんです。この合格基本書というのは、ユニットに細かく分かれてですね、例えばこの目次を見ますと、 ね、それぞれの項目ごとに人権の共有主体とか公務員の人権とかね憲法であればですよこういったいろんな項目ごとに分かれて大体いい見開き2ページでちょっと適当に開けてみるけどあこれは人権の共有主体というところがパッと開きましたが人権の共有主体で見開き2ページで完結してるんです。ね。で こうやって見開き二ページで他のおところ開いても民法なんかでも履行地帯で見開き二ページだったり行政法も行政行為の効力で見開き二ページだったりするんですこうやってせっかく見開き二ページで完結してるってことになってるなら事業もこの項目ごとにあるどういうことかと言いますと、えー、毎回三時間の事業なんですがその中をですね大体10個ぐらいの パーツに分けてもう通信講座だから休憩時間とかを10分取るとかそういうの必要ないでしょ休みたかったらあなたが勝手にお休みしていただければいいのでそれを考えると10個ぐらいのパーツに分けてそれぞれのパーツごとにこのパーツでは行政行為の考慮役やってますとかこのパーツでは行政裁量やってますとか、まあ、分,野分量の多いものはねこのパーツとこのパーツって2つぐらいのパーツに分けて1個の論点取り上げることもありますけれど このパーツでは例えば行政事件訴訟法の判決について取り上げてますとかっていう形であの実はパーツごとにですね分けてまあユニットって言い方をしてますがだいたい10個ぐらいのユニットに分けてでそのユニットの中でそれぞれ何やってるかはちゃんと確認できるように、えー、してありますので一覧表みたいなものを一緒につけてますので、まあ、それを見ていただきながらね自分が見たいところから見れる。 第何回のどこのユニットでは何やってるんだなっていうのが分かる一覧表がついてくれば自分がここ弱点だなだからここから強化したいなってところから見れるじゃない。で何も一度勉強してるとかまあ特に合格基本書とかを使って勉強してた人はああこの合格基本書のここ分かんないんだよねそもそもここ分かんないんだよねってところが憲法民法行政法でね えもうここはいらないよっていうのでカットされてるんであればああ分かんなくてもいいんだって話になるしでここ分かんないんだよねって言ったところを開いたときにそれが実際に事業で取り上げられているあこのユニットでやってるんだそこをパッと見るっていうこともできるんですね。だから頭からら頭全部私に付き合わなくてていいい自分がやりたいところを抽出して どんどん見ていくことができるっていうのはやはり最短で最高の結果を出すんだったらそういったちょっとパラシュート型学習法と言ったりするんだけれどまあ、自分が見たいと思うところからどんどん潰していくっていうやり方ねこれものすごく重要なんですねで、それができるようにおそらくレックの講座の中ではあんまりないですこういう形のものを行政書士講座でやってるケースは ななないいいんじゃないかなと思います初めてだと思いますけれど1回のユニットが結局長くても20分弱ぐらい短ければ5分ぐらいですね各ユニットそのパーツの説明が終わったら終わりですから5分で終わっちゃえば終わりだし10分15分大体平均すると大体1回15分ぐらいだと思うけど15分ぐらいのユニットでお話をしていくって形をとってます。でですので忙しい というような状況のあなたであってもスマートフォンでも見れますから10分15分ざっと見るっていうことであればちょっとした職場の昼休みとかにちょこ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 見ていくことで十分に勉強ができていくというですねまあまさに新時代にふさわしい超速マスターというですね新しい講座と。 とということになるんですねなおかつその中でウォークモンを使ってのインプットだけではないアウトプットも一緒に含めてお話をしているということになりますので、まあ、その相互のこのやり取りができるっていうところもまた一つの魅力になるのかなということですね。 もちろん、あの、超速マスター講座は、基本はインプット講座ってことになりますから、まあ、それを含めたアウトプットというものは、しっかりやっていかなければいけません。まあ、例えばというので、えー、模擬試験に関しての話ということをですね、こちらの方には挙げておきました。まあ、早ければ7月から、 こういった到達度確認模試なんて言われるものが1回目、2回目あったりはしますしまあそこはちょっと早いよというのであればやはり公開模試でしょうね、これはぜひ受けていただきたい公開模試ね、それから総仕上げとしての、まあ、ファイナル模試なんていうものやさらには直前山あて模試なんていうのもあるのでこういう模擬試験はしっかりと受けるよううにしてくださいこういこった模擬試験はしっかり受けるようにしてください。これらは 有料オプションとということになります、えー、直前対策講座パンフレットというのが別に出ますので、まあ、こちらですね、ぜひ、えー、コールセンターなどにお問い合わせいただいて、えーまあ、取り寄せてもらったりとか、もしくは REC の行政書士のホームページの中でね直前対策講座いろいろ紹介してますので、そういったものを参考にしていただいてもいいのかな。あの民,法の民法や行政法の最終回のところでは、やはり この講座を受けてさらにプラスアルファならこういういい講座があるから合わせて受けてみたらなんていうお話もしてますのでそういったところで紹介しているものも合わせてね参考にしていただいてまあプラスアルファさらにこの超速マスター講座の効果をさらに上げるための講座っていうのもありますからそういうものもうまく利用して 行っていただいて、2019年度試験のね合格を勝ち取ってもらえたらなというふうに思っています。えっといつから配信されるのかなって話も一応紹介しておきますが、はい、実はですね、あのスケジュールとしては、えー、憲法、民法、行政法で、まあ、教材の発送は6月4日ですね、6月4日にもうすぐ配送なり発送になりますので。 まあおそらく今お申し込みいただければすぐ発送されるということなんですねまあなんだかんだ言いながら合格基本書もついてくるしだ今もうすでに使っている人も綺麗なのが一冊またもらえるって話ですウォークも過去問題集も法令編一般知識編ついてきますしオリジナルの画面集八冊あるし六、えー、本も二冊ついてくるしっていうので結構至れり尽くせりですそして ウェブと dvd がありますこれはまあ、お申し込みの際に、えー、お好きな方を選んでいただくスマートフォンで見たりするなら Web ですね、Web の方がいいかな、DVD は本当に DVD プレーヤーでしか見れません。で、えー、っと6月4日ですね、6月4日の段階で憲法3回はもうすでに配信です。だこの 映像を見ている段階ではすでに、えー、憲法は配信されているでしょうそして民法も6月11日に、えー、続いて配信になりますですからもう6月中に民法までは全部見れるという状態です まあ、行政法、それから個人情報保護法は7月の9日からウェブ配信開始ということで7月中ですね7月中にやはり見ることができるのかなという話だったりします。あのー、これら、超速マスター講座見ながらですねやはりここでやるインプットみたいなものを終わらせる目安としてイメージしておいていただきたいのはうーん9月終わりです皆さんのの場合は9月の終わりです。 9月の終わりまでにここのインプットをきちっと終わらせてそして9月の下旬からの直前期ですねえ直前期に向けた勉強直前期における勉強というのがしっかりできるように是非そこまでの土台を固めていただきたいということになりますかね。 だその土台を固めるためのこの超速マスター講座、まあ、できれば9月の終わりまでにはきちんと見終わっている状態、まあ、そんなに大変なあれではないので、えー、見終わっている状態をしっかり作っていただきながらそこから先の勉強にまた向けてですね進んでいってもらえるといいのかなということなんですね。あの実際のお値段などはこちらに出てきてきますす受講料ですが あのいつもそうなんだけどウェブの方がちょっとお安めですね、えー、DVD の方が高いのは DVD の場合はあの DVD の番があるでしょだからそっちの分のお金が加わってくるということになりますかウェブですとスマートフォンでも見れますしそれから音声ダウンロードができるということもありますのでまあ,あの使い勝手はウェブの方がいいことはいいですねあの例えば再生スピードなんかも変えられるんですよ。 再生スピードも変えられたりするので、えー、もちろん DVD プレーヤーでもそういう機能がついてればできるでしょうけれど、まあ、ウェブで見る場合はもともとウェブ上のプレイヤーでそのスピードが変えられたりとかあそれからですねあの他の人の状況なんかも確認できたりするんですよ。 どのくらいみんなが勉強してるかとかそういうのが確認できる機能があったりそれから自分がどの講座をどこまで見たかっていうのは全部一覧で確認できたりもしますので、まあ、そういう意味ではやっぱりこの Web 講座を Web の方で見ていただくと自分の進捗確認なんかがいろいろできるのでねやはり えー、さらに、えー、学習効果を高めることはできるかなと思いますもちろんいろんな事情で DVD で受けるという方もいらっしゃると思うのでまあ DVD とウェブはもちろん同じ映像をお入れているものですからあ見る内容自体に差は全くないということはあ一応ですね頭に置いといてくださいまあ大学生協とかあ代理店で申し込むと多少安くなるというのもありますこのあたりは詳しくはそのおレックのコールセンターなどに問い合わせをしていただくといいかなちょっとわからないことが があればあここに載ってますがあレックのコールセンターですねこちらの番号までお問い合わせいただければ良いのではないかということですもしくはレックの各本校など窓口に来れる方はそこで聞いていただいてもいいかなということなんですねまああの隙間時間を使うというのであれば えっとですね、実は iPhone 限定のアプリケーションですか iPhone 限定のアプリなんだけど横溝トレーニング×足コレクションと言われるものが現在配信中です、まあ、こちらはあの1回勉強し終わった後じゃないとちょっと厳しいと思いますけれどあの憲法無料なんで、えー、こちらは、ね、ぜひダウンロードしていただいたら良いかな行政法はちょっと有料になりますので憲法をやってみて 気に入っていたただけたら使ってもらえたらいいんじゃないかなというものだったりはするんですけどこういうアプリとかそれからこうウェブ講座とかとにかく隙間時間を使うためには今はあやはりですねこういうオンラインでの学習というのはとてもお有効ですよねなので電波さえ届いてればあどこでも使えるってそういうね w i f i が飛んでれば使えるそういう話になりますので是非上手に隙間時間を使いながらあーまあ 本試験までそんなに時間は確かにないことはないですよねですからその本試験まで時間がない中でやはり効率よく勉強していって合格を勝ち取るまその土台を作るというのが今回新しく作った60時間超速マスター講座と言われるものですですのでぜひその講座の趣旨をですねしっかり理解していただいた上で上手に活用してもらって 2019年度の合格をね勝ち取ってもらえたらなというふうに思ってます。えー、と今から勉強を始めてしっかり合格ラインまで持っていける講座だということを自信を持って、えー、自分で収録してますけれどおすすめできるという講座ではありますのでご利用をぜひしていただければなということです。今度はねああの授業の業まあ 画面越しししにお会いしましょう事業の画面越しにお会いしてどんな講座やってるのかなとかそういうようなものは例えばあ憲法の1回目であればあこれは無料で受講できるようなサービスもあったりはしますのでそういうものを見ていただいてからあ決めていただいてもいいかもしれません。はい、えー、ということで今回はですね、えー、60時間超速マスター講座というですねレック行政書士講座の新たな試みということになるんですけれど、まあ、非常に おすすめの、そして魅力的なああさまざまなあですね工夫が中にたくさん凝らされた講座ということになりますので、えー、よかったらあぜひね活用してもらえたらなというようなお話をまあさせていただきました。最後まで、えー、見てくださってねありがとうございます。ぜひ、えー、いろんなどんな形でも構いませんが、二千十九年度の行政書士試験合格を目指して、えー、頑張っていこうと。 こういうふうに思ってこの動画をご覧になっていると思うので、まあ、その少しでもね手助けができたらなと思っています。はい、それでは本日のこの超速マスター講座のご案内は以上ということにしておきましょう。またお会いしましょう。じゃあお疲れ様でした。